ごめんな、コレット。俺、お前の荷物、何一つ背負ってやれなかった。お前が背負う、巫女という名の重い荷物を。救いの塔にたどり着きさえすれば、世界は救われるんだって。お前は、運命から解放されるんだって。そしたらこれまで通り、俺たちは一緒に暮らしていけるんだって、そう思ってた。剣を振るって、全力で走って、倒れたら立ち上がって。そうすれば、少しはお前の荷物を背負ってやれるんじゃないかって。ジーニアスもいる。リフィル先生もいる。クラトスだって。みんながいればお前を守れるって思ってた。そうじゃなかった。全部お前一人で背負ってた。でもな、コレット、俺思い出すのは笑ってるお前の顔ばっかりなんだ。お前はいつだって俺に笑いかけてくれた。いつだってお前は優しく笑ってくれた。お前の悲しさを背負ってやれなかった俺に、こんなことを言う資格はないのかもしれない。でも言うぜ、コレット。俺はお前の笑顔を取り戻しに行く。私は世界を導く最高機関クルシスに属する者、巫女を監視するために差し向けられた天使だ。しかし、我々の目的を果たすために最も重要なものを代わりに得た。ロイド・アービング、貴様だ。一つだけ聞かせてくれ。お前の世界の、もう一つの世界の名前は？テセアラ。どんな壁だって乗り越えてみせる。世界の果てだって言ってみせる。待ってろ、コレット。必ず元に戻してやる。必ずだ。そしてまた最高の笑顔を見せてくれ。やれやれ。やった。誰に雇われたって聞くのも野暮か。はあ、あいにく嫌な夢見て気分悪いんだ。遠慮はしない。恨むなよ。あんたで最後か。
ういうファッションや。次から次へと運命の歯車は回り始めたってか。さてと、そろそろ真の主役の出番ってところか。着陸しなくたっていいじゃないか。しかも僕だけ噴水の中なんてね。おかしいね。こんなはずじゃ。自動操縦のプログラムは確かに。はい、シーナってもしかしたらすんごいドジキャラ。あ、いい。ロイド。ロイド。
巫女を呼んどくれ。瑞穂の椎名が戻った、そう言ってもらえれば通じるはずだ。巫女様に、あいつは何者だ。ああ、 その必要はない。椎名よ、大義であった。その者たちの身柄はマーテル教会が、この私自らが預かる。誰だ、信用できるのか。くそ、テセアラの巫女ってのはどこで油売ってやがる。